旧県庁は、中華民国の軍人、政治家。コ南陸軍出身で、後に、国民革命軍に加入した。何か義の側近的存在であった。字は、海先。調査庁軍中学に入学していたが、侵害革命勃発後は、コ南陸軍第一子に加入した。その後、陸軍第二予備学校に入学、卒業し、 固定陸軍軍官学校第三期方兵科に進学している。この時、何か義と同期であった。1916年に卒業して、コナンに戻った。1917年に、孫文により誤法運動が開始され、北京政府の断気随が鎮圧のために大軍を南方へ派遣してくる。劉県庁は何かぎと共に、 五方運動を支持する将軍総司令ほど千の敗下となり、北軍を迎撃した。1919年、何と共に、当聖地敗下に転じ、超公的の派閥に属することになった。1923年の丹調の戦において、龍は丹の派の最強遊軍撃破に貢献。これにより、第27弾団長に昇進している。 1926年夏、唐聖地が国民革命軍に液死し、第8軍軍長に任命されると、何かは、同軍第1師師長、劉県長は第一支、第1師、第4度々長に昇進した。劉率いる旅は、武漢攻略で軍港を挙げ、翌年4月には何率いる、第35軍で、第2師師長兼副軍長に昇進している。まもなく、唐が、 繁省解析戦争に敗北、下野したため、なんと、劉は新興政派と和解、コナンに駐屯した。その後、劉は、コナン清里第三区指揮官代理、第十九市副市長、商工了省総被総指揮部第五総辞総司令を、歴任している。新興政派が、小解析と対立する傾向を強めると、何か義と、劉県著は、小解析による姿勢に転じる。 同年2月に何かぎは湖南省政府主席に任ぜられ、劉県庁は第19市市長に昇進した。小葛戦争では、劉は内逆軍第四祖寺軍第二重隊司令に任ぜられ、新公正派の軍勢と交戦している。1930年秋に第28軍軍長に昇進し、第一次中国共産党総統、第二次総統に参加する。 1933年7月には、越小学総比西寺軍第一重隊司令として、第五次総統に参加した。1935年9月、何、鍵が湖南省政府主席を罷免されると、劉県著は、第一祖寺軍総指揮として、チャンス、石膏方面へ動員される。同年11月の中国国民党、 第5回全国代表大会で中央執行委員候補に選出された。翌年9月には陸軍上昇の位を授与され、同年冬には節間変区水前主任として九州に駐屯している。日中戦争が勃発すると、劉県著は第10集団軍総司令に任命され、石膏の解剖を担当した。9月、上海へ増援として派遣され、10月には、 長発系の後任として右翼軍総司令を務める。劉は懸命に抗戦したが、日本軍の火力の前に圧倒され、大損害を被って、九州まで交代した。12月、第23軍団軍団長に昇進している。その後は、日本軍と抗戦する機会は、ほとんどなかったものの、1940年7月、第3戦区副司令長官に昇進している。 その間、劉は、石膏省政府主席、膏省と交流し、政治的にもよく連携した。1941年8月、劉県庁は、賃儀の公認として、福建省政府主席に任命され、合わせて、第25集団軍僧司令に任せられた。しかし、間もなく、集団軍僧司令の地位は、部下の里里氏に移り、劉の軍資危険は剥奪されてしまう。 1945年国民党第6期中央執行委員に選出された。復権省政府主席としての竜は、前任者が確立した行政制度や登用した人材を活用して大きな変更を加えず、また外省人としての立場を踏まえて、強権行使の回避に極力努めている。その結果、竜の復権統治は7年の長期にわたり、しかも、 省内秩序の混乱を滅多に引き起こさなかった。1948年9月、国境内戦の奇数がほぼ定まったのを見て、劉県庁は、復権省政府主席を自ら辞任、戦略顧問委員会委員に転じた。翌年初めに、劉は引退し、間もなく、香港に移る。同年8月、劉雲も、交渉ら44人の名士と共に、 中国共産党支持表明を発した。しかし、劉自身は新政権に参加せず、1951年秋に家族と共にブラジルへ移住した。1978年3月22日、ブラジルで病没。去年87。ありがとうございます。